それでは第2試合で判定勝利となりました小田田直也選手のインタビューとなります。おめでとうございます。ありがとうございます。試合終わっての率直な感想からお願いします。今回そうですね、ちょっと TBF の、メンバーがちょっと、プロとアマチュア結構負けが続いてたので結構プレッシャーがあって、でそうですね、なんとか勝ちは勝ち合ったんですけど、内容がやっぱり倒しきれないっていうのが、そうですね、そこが課題なので、そこをしっかり修正して次に挑みたいと思います。3ラウンド目にダウンは取りましたが、はい、その後がやっぱりちょっと倒せなかったっていう。そうですね、やっぱりこう押して引いてがなかなかできなくてですね、そこがやっぱり修正点かなと思うので、そうですね、次は倒せるようにしっかり修正して挑みたいと思います。本日対戦した福井選手と戦ってみて印象はいかがだったでしょうか。そうですね、試合の対策で、映像を何個か見させてもらって、結構打たれ強くてっていう印象はあって、実際にやってみても何発かこれで倒れへんのかっていうような、そうですね、打撃を当たってたんですけど、やっぱりそこで、そうですね、倒れなかったっていうのはやっぱり打たれ強かったなと思います。ダウンも取って、判定勝ちとなりましたけど、今日まず勝因としたらどういうところで自分で良かったところはありますか。そうですね、1ラウンド目と2ラウンド目の、距離というか回る方向はやっぱりサウスポーとオーソドックスなんで反対回りの方がいいんですけど、そうですね、回る方向は逆やったけど、距離はいつもより良かったのかなと思うので、そうですね、そこを1ラウンド目、2ラウンド目の距離かなと思います。これでライズで2連勝っていう形になりましたが、今後の目標を教えていただければと思います。そうですね、今回対戦させてもらった福井選手、前回の試合で、ランキング10位の陽介選手とやって KO 負けしてると思うんですけど、そうですね、ランキングの選手とやってる選手とやって勝ったんで、ちょっとランキング、そうですね、ランキング戦に挑みたいなと思います。ありがとうございます。それでは最後に今日応援してくれたファンの皆様にメッセージをお願いします。そうですね、今日はお忙しい中、日曜日ですよね、結構忙しい、そうですね、大変な世の中でやっぱり忙しい方とか多い中、ABEMA TV とかもそうですけど、会場まで駆けつけていただいたりとか、すごく、そうですね、当たり前じゃないことに感謝してますし、そうですね、もう当たり前じゃないことにしっかり感謝してます。そうですね、ちょっと何言いたいか忘れたけど大丈夫、そうですね、ちょっと次もっと強くなった小田直也を見てもらえたらと思いますので、応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。では以上で小田直也選手のインタビュー終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。